はい、えー。受講生の皆さん、こんにちは、えー。ハイレベル科学のですね、理論科学編を担当いたします。福田です。はい。えー、このですね、えー、講座ですけれども、科学のですね、知識が一通りある。まあ、そんなね、皆さんが対象ですね。はい、えー。それでですね、このね、講座、ハイレベルとはついていますけれども、すごく難しい問題を扱うってわけではありません。 皆さんですね、えーまあ、科学を、ね、学習してきて、いろんな問題を増えたことあると思います、ね、手持ちの問題集とかで品質問題とかですね、まあ、必修問題とかでやったことあると思うんですね、えー、そういった問題よりもちょっと、ね、見たことないような問題を、ね、僕たちが知っている知識で解いてみようということをです、ね、考えてこの講座をです、ね、作っていますそしてこの講座はです、ね、ちょっと不思議な分け方をしています、ね、計算の科学と記述の科学というふうに分けているんですね えー、計算の科学というのは、まあ、皆さん、ね、理論科学というかには計算中心にやっていく科学ですので、まあ、計算がいろいろと出てきますし、まあ、見たことのないような問題の、えー、解いていく中で、まあ、問題の内容をこう使いなさい、ね、そういうふうに、ねえー、見ていくと解けますよということをやっていくんですけども記述なんですね記述の科学というのはいろ、まあ、んな現象に対する理由付けとかです、ね、あとはグラフを書きましょうということも入試問題に出てくるんです。 なかなかです、ね、これについてです、ねまあ、学習をするといっても自分たちが何を書いていいのかなとかです、ねまあ、結構悩むと思うんですそれをです、ね、解決していこうと思ってです、ね、今回です、ね、計算と記述ということで記述の、ね、科学を作ってみました、ね、予習です、ね、きっと大変だと思います記述は特に、ね、何を書いていいか分からないあるかもしれません計算だって本当にこの解き方がいいのかなって悩むこともあるかもしれません どちらもですね、まずは自分で考えて解くってことですね。堂々と間違える。これも一つの勉強になりますんで、間違えてもいい。自分の考えがこうであるってことをまず予習の段階で主張してください。そして、授業でね、話を聞いてみてですね、あ、なるほど、ここが違ったんだ。よし、自分の考えは正しかった。それを明確にしていって、ちょっと知識が怪しいとこを復習していけばいいですね。はい。ですので、予習をね、しっかりとやりましょうってことです。 で予習もですね、あのー、一生懸命調べるもありがたいんですけども、まあ、じっくり時間をかけるんだったらそのまま復習に時間をかけましょうということですよね。ですから、予習は自分で1台何分って決めてですね、予習をしてください。そして、できなかった問題について、またはね、間違えてしまった問題については、その、ね、予習にかけた時間の何倍もの時間でですね、復習をするということです。 でそれが終わったらねまた問題を同じように解き直して、えー、手持ちの問題集で、ね、似たような問題を解いていくってことをねやっていくといいでしょうね、えー、結構ね、えー、長い密になるかもしれませんけれども諦めずにですねしっかりと頑張っていきましょう